皆様こんにちは。松浦機械製作所の渡辺です。ブルームノボテストの松田です。今回は我々が夜間や休日の無人運転で最も重要となる運転継続能力についてお話ししたいと思います。それではよろしくお願いいたします。生産設備の無人運転というと、昨今人手不足や働き方改革などの影響で取り組まれる工場が増えてきましたね。そうですね。規模の大きいものづくり企業が取り組んでいる自動化も、近年では従業員数が少ない事業者の方々にも波及してきており、無人運転のハードルも低くなってきているように感じています。はい。弊社では自動化の入門機として MX シリーズをラインアップしており、こちらのシリーズで自動化に踏み出すお客様が非常にたくさんいらっしゃいます。またさらに自動化の機能を拡充したいというお客様も多く、72時間の無人運転を可能にした MAM72 シリーズで休日や夜間の長時間無人運転を行うお客様も増えてきています。72時間の稼働というと3日間稼働できますから、週休2日制でも週末や平日の夜間無人運転を行うことができて、休日出勤や3交代などのシフト勤務で稼働率を保つ必要がないですね。その通りです。でも実際に長時間の無人運転を行おうと思うと、無人運転中に何かトラブルが起きて機械が停止してしまうことが一番の懸念点ですよね。はい。実際心配されるお客様はとても多いです。そこで弊社ではマルチパレット機の販売を開始した30年以上前から、さまざまな設計上の工夫、新機能の開発、構成機器、周辺機器の選定を行い、止まらない機械を追求してきました。その構成機器の中には、今回ご紹介いただくブルームさんのレーザー式の工具測定器 LC50 デジログもあります。松田さん、こちらの工具測定器の特徴を教えていただけますか？はい。この LC50 デジログは実加工回転数のまま工具長や工具計に加え、チッピングや摩耗など高速かつ高精度に測定できるレーザー測定器になります。さらに誤検知やリトライを防ぐドロップストップ機能を搭載しており、安定した測定を可能にしています。この機能は測定前のアプローチ動作においてキリコやクーラントによる単発射光をフィルタリングし、誤検知を防止するものです。実際にこのドロップストップ機能がオンとオフの場合で比較した映像がこちらです。このようにレーザーを単発射光しても誤検知を起こすことはありません。なるほど。これなら夜間や休日に誤検知を起こしてトラブルが起きる心配をしなくてもいいですね。そうなんです。さらにこの LC50 デジログで測定したデータを可視化解析するソフトウェア LC ビジョンがあります。この LC ビジョンは松浦さんの機械の画面上でご使用いただくことが可能です。外部の PC が不要なのはありがたいですね。このソフトウェアを使うことでどのようなメリットがあるのでしょうか？はい。 LC ビジョンの機能の一つとして、主軸の熱変異を工具先端で監視して許容値に入ってから加工を始めるということが可能です。そのため外気温やオペレーターの技量に左右されず、毎回適切な暖気を行うことができて、ばらつきを最小限にすることが可能です。熱変異によるばらつきを軽減できるのは高精度加工を行う上でとても重要なことですから、これはとても有用性が高い機能ですね。はい。簡単にお使いいただけますし、品質向上に貢献できる機能となっております。この機能は松浦のゴジクリニアモーターマシン LF160 三軸の LV500 でオプションとして選択いただくことができます。リニアモーターマシンというと高速かつ高精度の位置決めが可能ですね。はい。しかし LF160、LV500 はそれだけではありません。金型の磨きレス加工も可能な超低振動主軸を搭載しており、粗加工から超精密仕上げ加工まで対応可能です。もちろん自動化機能も備えており、オプションでは42枚、91枚のリニアパレットシステムと最大で338本のツールマガジンを選択いただくことができます。いかがだったでしょうか？
今回ご紹介した製品以外にも、弊社とブルームさんからは自動化に取り組むお客様に様々なソリューションを提供しています。お困りのことがございましたら、ぜひ弊社やブルームさんにご相談ください。今回ご紹介した製品は専用サイトのリンクを概要欄に記載しておりますので、そちらから詳細をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。